はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウープヌシのピヨタです。さあ、今回も東方位相決やっていきましょう。今回からエクストラエリアの10に入っていきたいと思います。まあ10今回やりますけれども、機械を見て他のねステージ、HL エリアとかそういうところとかもまあやっていこうかなと考えております。とりあえず今回は流れでね、そのままエクストラエリアの10のデッキを組んだので、そのまま挑んでいきたいと思います。今回挑んでいくのは人目のない砂浜、光り輝く浜辺の先で。おお、なんかすごいいい名前ですよね。ドラマでありそう。さあ、こちらなんですけれども、火が4、光が4でウェーブが2なんで、出てくるとしたら火2、光2、または火4でバンと出てきた後に光が4バーンって出てくる感じになると、予想できます。多分1、3で分けることはあんまないと思うんですよね。あくまで予想なんですけれども、火属性完全無視の断り属性統一パーティーでいきたいと思います。最近はねステージの中に属性が複数あることが多いので、やっぱり属性変換犬のキャラクターが入れておかないといけない必須キャラクターとなってきましたね。ということで、人目のない砂浜、光り輝く浜辺の先で、難易度ルナティックスタートです。多分光り輝くって言ってるから光の方がメインだと思うんですよ。あくまで予想。さあ、出てきたのはこれレッドドラゴン3体と、あとはこれアイリススライムですか。レッドドラゴンが、まあ、能力減少を防ぐ弱体防御 45% 持ちの、問題はアイリススライムねえ、虹色に輝く、なんかしな、なんか垂れ下がった髪の毛みたいな感じの、こちらが TP1 技が全体攻撃の能力上昇 20% 緩和で、もう一つの TP 技が全体攻撃の与えたダメージの 20%HP 吸収と。で、クリアランス持ちですけれども、補助効果がないんでデバフも CT 削りも入るっていう、まあ特殊なキャラクターですけれども、そもそもアイリススライム自体がかなりの硬さを、誇ってる印象がありますので、まあやれる限りの手段を持って対抗するのが一番でしょう。まあまずは全体攻撃持ちのキャラクターで、レッドドラゴンを相当するところから始めた方が良さげですね。でも属性変換はいらなさそうなので、そうですね、英気様やっておきますけれども、どうしようか。でもアイリススライムの耐久度的に多分英気様溜まるんですよね。で、問題が次にいるやつですけれども、まあ溜まると言っても万一のことを考えて属性変換をレッドドラゴンに打つのはやめておきましょうか。そもそもレッドドラゴンの HP が1万3000ちょいなんで、まあ1万3000ちょいならメリーちゃんの全体攻撃で多分あっけなく沈むと思いますので、それくらいなら気にすることもないでしょう。さあ、アイリススライムが動かないように速度デバフもかけられますし、そろそろ全員巻きましたね。 OK です。さあ、ヒジーさんやっての、属性変更はなし、攻防減少のやつだけ巻いておきましょう。で、ラストジャッジメントをアイリススライムに打つ。まあレベル82の敵ではありますから結構効きますね。さあ、速度上昇もかけて、これどうしようか。メリーさんで全体をまあほふるっていうのもありっちゃありですけれども、そもそもヒジリさんを CT 増加するのもありですね。これヒジリさんの方にしておきましょうか。ヒジリさんで速度バフやって最初に回れると、その分回転率が微妙に上がる。さあ、全体 SP 回復はまあまあまあ、どうせ三千大千世界の主で高速周回ができるので打っておきましょう。さあ、主さんのものを打って、次動くのがさっき 100% のまんまでいたレンコちゃん。全体攻撃打って、そうですね、レッドドラゴンもいい感じに減りましたね。早いな、やっぱり。さあ、アイリススライムの HP がもう半分くらいまで減りました。さあ、メリーちゃん次が光3なんで、多分ホーリードラゴン3に火属性のキャラクターが来ると予想して、もうチャージも打ってアイリススライムを一発で沈めに行きましょう。多分
この編成で来るならば、次はそうでしょう。さすがに飛行学生の3体全員応募すっていう考えではないでしょう。OK。サラマンドラが応募す扱いですね。で、ヘブンズ・ソード、こいつは結構、ブーストありの、CT0 技の攻撃ありの、攻撃ガード貫通の TP 技もありので、結構めんどくさいイメージありますね。で、ヴァルキリーも光属性か。光属性の応募す扱い。なるほど、いたか。これ 45% の結界に CT ダメージ 90% 防御。で、はい、ジネットちゃんです。はい、以上。さあ、どうする？3000大戦世界の主を撃つか。その前に誰か、他に。そうですね、ヘブンズソードよりも早く受ける可能性がちょっと怖いですね。どうするか。アンギラサーベイラの方で一応削っておきましょう。保険で。倒せちゃった。で、とりあえず属性変換のやつでサラマンドラ、その位置ちょっと見づらいよ。当たり判定前にありすぎでしょ。で、ラストジャッジメントは、まあ、どうしよっか。サラマンドラより結界張る、ヴァルキリーの方がめんどくさそうですね。で、まあ、ダメージはほぼ一緒な感じに与えようとするんですけれども、そのシールドオーダー発動、アクセルチャージそんなに効かない。さあ、全体 SP 回復を打ちましょう。TP が削れない。とりあえずヴァルキリーが一番厄介っちゃ厄介ですよね、多分。CT 減少防御もヴァルキリー 90% ありますし。問題は、今ちょっと障壁貼られてるよね。そうだよね、サラマンドラが貼られてるから、魔術師メリーをやるよりかは、攻防速上昇のやつでヴァルキリーを狙った方が良さそう。TP を削るのも手なんですけれども、そこはラストジャッジメントでなんとかなるでしょう。で、3000大戦世界の主のやつの3回攻撃を利用して、サラマンドラのやつを外しましょう。さあ、これで、1回目は、ほぼ半減、2回目からは通常入る。あんまりこう、複数回攻撃するキャラクターっていないんですよね。なんで、こういうのは障壁とかの削るのにはかなり役立ちますよね。CT 増加は誰にやる？ここはメリーちゃんかな？そろそろチャージ溜まるかな？さあ、全体攻撃。ナイスダメージ。アクセルチャージ、なんかエフェクトも速いから、ほんと速い。高速でバシバシっと攻撃してる感じして、気分がいいですね。さあ、1回、2回、3回と。さあ、チャージも溜まりましたね。サラマンドラにどれぐらい効くか、ドン。さあ、ヴァルキリーとしてサラマンドラが残る。サラマンドラさん残りましたけれども、まあ SP 回復をやって、今の状態でいけば、まあ時間の問題でしょう。2回目、3回目。OK ですね。もうラストジャッジメントで落とせる圏内、OK。勝利です。まあそこまで、やっぱレベル82、100じゃない分ね。だいぶ楽ですね。で、海辺の廃墟が開放。海辺の廃墟、それは冬の海の家か。とりあえず開放されましたね。ちょっと気になるのが HL エリア、さっき言ってましたけれども、こちらのこれとかって、そうですよね、雑魚的扱いだよね。ならこっちの雑魚的なやつとか挑戦してもいいんじゃないか。なんか微妙に攻略してるから何が何だか分かんねえっていうところもあったりしますけれどもね。まあまあまあ、あるなら攻略してやろうぜっていう感覚で、雑談パート代わりに行きましょうか。貴族生のパーティー、まあいっか、里前静葉のパーティーありますし、こちらで行きましょう。では、まあ雑談パートも兼ねてスタートです。いやー、まあ、とりあえず、今回話すことは前回のパートのお話でございます。前回でパート300を迎えることができました。まあそれ自体はね、何回も何回も言っておりますけれども、本当にありがとうございます。いやー、パート300ね、もう長いようで短い気がしますよっていう、まあしみじみとしたものは前回語ったので、お祝いコメント等ありがとうございました。で、まだまだ続くというコメントが、ちらほら見受けられました。その通りだと思いましたねえ、そりゃ続くよなとか思いながらね、見てました。
僕の予想では500だと言っておりましたけれども、多分これが折り返し地点、またそれより前だと考えると600、700も普通に考えられる圏内としてありそうですと。敵の数32って相当じゃないの？改めて見るときって、とりあえずそんな感じでやっておきおりました。すごいですよね、やっぱり300。こう再生リストの数をね、一回ちょっとしみじみとスクロールしてたんですけれども、改めて見るとすごいなーってなってました。こう普通にやっているのとは違う、そんな感じでね、こう再生リストをスクロールしつつ、なんかこう前回話してた重複している再生リストのやつを削ってました。いやー、もうあれは何なんですかねもうなんかこう普通に登録している作業自体は全くもって変わっていないはずなのにもかかわらず、なんかこう普通に、なんだろう、同じ動画が5本、最大ありましたね。5本ですよこうパパパッと登録してるやつのはずなのに、なんかこうポポポッと、なんか手違いがあったんですかねって増えててびっくりしました。こんなの再生リスト自動再生でやってた人だったら死ぬなって思って、で、雑魚戦ですね、完全にこのステージ自体は。よし、いい感じにでも削れてますけれども、なんだろう、一定数減らないと出てこない感じか、次の敵。あ、ちゃんとウェーブがあるわ。最初にウェーブ書いてなかったですよね。さあ、ちょっと SP が足りなくなってきてるぞ。さあ、まずいね。さあ、全体の攻撃とかも上げつつ、全体攻撃で、次のやつは OKOK、 いい感じに効いてますの、これで終わりです。 OK、 はい、ステージクリアとなりました。七使徒ラブリウス、クトネシリカゲットですね。じゃあ今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。